行きましょう。イエーイ、プロレスチャンネルです。白メガネです。社長です。今日なんだっけ、やっべえやつですよね。やばいね、やばいやつ。今回はね、江頭さん、イエーイ、めちゃくちゃ映画チャンネル見てますね。映画チャンネル、これは前職でね、やったじゃん。あ、そうっすね。僕が入社してすぐに江頭さんのガチャガチャをやって、で、まあ昔からちょっと作りたいなと思ってて、はいはいはい、で、これも江頭チャンネル始まる前から実は動いてた。そうっすよね、うん。で、今回それが4月に。はいはいはい、発売決まったので、それをちょっと紹介しようかな。素晴らしい、江頭さんがガチャガチャに帰ってきます。やった、全部新しく造形作ってるから、うん、で今回の企画が一応、まあ、これラフなんだけど、こういったラフで、これは一番最初に事務所さんに出したやつってことね。そう、こっからちょっと、ラインナップはちょっと変えて。へえ、絵めちゃめちゃ可愛いですね。可愛いね、うん、そう、でうちがね、結構水族館のコラボ の商品を展開してるから、はいはい、一般向けと水族館向けに、エガちゃんがその水族館のコスチュームしたら可愛いんじゃないかって、はいはいはい、っていうところからの今回企画。なるほどなるほど、やりますね。で最初に上がった原型も実はあって、おお、いやそれが可愛くなかったんだよね。いやもう顔もちょっと大きくて。なんでそんなでかいんすか。でかいでしょ、これ一番最初ね、ボツの原型なんだよね。まあカワウソなんだけど、はい、にすごく忠実に再現してる。まあそうっすね、確かに確かに。ただやっぱそれを表現しようとちょっとやっぱり難しくて、うんうんうん、で顔のボリュームとかもちょっとね、デフォルメ感もやっぱ可愛くなかったん でもう少しとリアルめにちょっとボリュームをつけて、うん、で修正したのがこちら。うわー、お全然違うし、全然可愛いし、サイズ感もね、いいよね、めっちゃリアル、まあ、全然こういった修正を してで、まあ、ラフではなくて他のサンプルを参考に原型の調整をさせてもらいます。へー、すごい。江頭チャンネルだと、うんうんうん、江頭さんいつも乳首隠してるやつか。これ大丈夫なんですかね。これね、多分再試験乳首は表現してないから待ってんで。大丈夫で、ね、本当は江頭チャンネルのもしガチャを作るのあれば絶対バッテンのやつやったほうがいいですね。そうですね、その前からやってるから、前からやってるんですかね。そう、いつぐらいだろう、ゴールデンウィークぐらいかな、去年ですか。去年の、ああ、じゃあ1年ぐらいかかったんですね、ちょうど。でこれ受注、まあお客さんが受注取るんだけど、はい、もう江頭さんの露出がなかったから、お客さんが、はい、なんでこのタイミング、いや大丈夫みたいな。でそしたら YouTube 出て、すごかったじゃん。今大体190万ぐらいでしょ。今190万、今日の時点でね、っていう感じの本当のベストタイプで、ね、すごい、4月に発売する予定です。はい、で今回いろいろ持ってきて、まあ原型からキャスト取った、P1 サンプル、テストショットサンプルですね。これ見るの分かるかな。あ、確かに 95% 引けてるんじゃないですか。若干ね、サイズがちっちゃくなってるんですよね。で今回これを彩色したものもあります。あ、もう量産品ってことですか。量産品。お、すごい、ね、色つくと全然いいよね。めちゃくちゃ可愛い。可愛いよね。いや今江頭チャンネルでは、うん、女性ファンが少なすぎるっていうのが問題になってるんですよ。あ、そうなんだ。だからこれはもう女性受けするんじゃないですか。するといいね。だってこれ可愛いよね。で今回これないけど、シークレットもう一個あるんで、お率はすごく少ないかもしれないね。まあシークレットはね、そうっすよね、うん、そう。これはおいくら万円ですか。これ今回300円でまとめてます。安い。そう、通販番組で本当に安い安い。でも彩色もよくできてるし、はい、元、まあ、江頭さんも多分かなり喜んでもらったんじゃないかなっていうものなんで、はいはいはい、これ今、発売日で決まって、今4月の28日から、はい、まあ、全国の、ガチャガチャの売り場で、はい、順次発売するっていう。あ、じゃあまさにもうゴールデンウィークですね。そう、もう早く楽しみだね、これね。これは楽しみですね。 DV も結構可愛くできた感じですね。いや、本当ちょっとこれ商品名見てください皆さん。江頭水族館江頭水族館って何なのって感じですよね。初めてじゃないかな。江頭水族館、なんで、江頭ちゃんがこの状況下でなんで水族館のコスプレなのっていう。本当だよね、うん、いや分かるかなっていう、やっぱり今話題になってる前からっていうのが ね分かる商品かなっていう、うん、そうですね、うん、じゃあ乳首はないんで。あ、本当だ、乳首はないです、ね、うん、乳首はないから、これを YouTube に上げても大丈夫。バンされないですね。バンされない、ね、大丈夫。いや、これはすごいなぁ。シークレットもすごいいいんだよ。どれ当たっても本当にいいかなっていう。いいですね、うん、可愛いよね、マジで、うん、本当に可愛いっすね。可愛いと思う、うん、それでいいんじゃないかな。そう、いいと思う。確かに女の子つくかもしれない。いや、そうですね、うん、じゃこれ4月の28日から8日からぜひぜひガチャガチャでお待ちしております。よろしくお願いします。どー
バイバーイ。